新聞です。業界新聞の最新号です。出来たての最新号ですよ。ぜひ読んでくださいです。一部くれ。こっちにもちょうだい。へえ、期末試験の対策か。いや、最新号もええ感じではけとるな。ええ、頑張って作りましたからね。今回の新聞も大好評だったね。ねえ、たまには打ち上げとかやらない？お菓子とか持ち寄って。いいね、モカさん。賛成です。あれ、でも銀先輩は？あ、さっきまでそこに。どうせまた女の子にちょっかい出しに行ったんじゃないの？なあ、その記事面白いやろ。実は新聞部のグラビア用に美人モデル募集してるんやけど出てみんひん。その通りだったでちゅー。ということで呼ばなくてよし。女の敵です。それより打ち上げどうしよっか。まず購買でお菓子買って。飲み物欲しいです。アルコールはダメだよ。じゃあ放課後部室にそれぞれ買ったものを持ち寄って、それからビンゴ大会とかもしちゃう。ずいぶん仲いいんだね、新聞部って。うん、あ、慣れ合っちゃって分かんないな、そういうの。ちょっと、どういうこと？新聞、え、まだある？ああ、折り曲げちゃったのでよければ。はい。うん、何？君がつくねくんか。思ってたより可愛い。え？それじゃね。うん、今の誰なの、つくね？あ、いや、知らない子だけど。でもなんかムカつく。ですです。まあまあ、それより今日の放課後はパーッと打ち上げやろ。白雪さん、白雪さん、白雪さんは今日も。あっ、今朝の。白雪さん来てくれたのね。それじゃあ改めて皆さんに紹介しておきます。白雪みぞれさん、ちょっと事情があってこれまで学校に来られませんでしたけど、皆さん仲良くしてあげてくださいね。じゃあお菓子買ってから部室に行くね。私の手作りスイーツも期待しててね。つくね？あ、子供ちゃんつくねにくっつきすぎ。あ、ちょっと、あ、だ、誰？いや、君は白雪さんだっけ？何買いようかな。読んだよ。相変わらずお前の書いた記事はいいね。相変わらずって？ほら、休んでる間も猫の目先生が妖怪新聞だけは届けてくれてね。その中でお前の記事だけスクラップしてるんだ。そうなんだ、嬉しいな。どうだ、感想とかいろいろ書き込んでみたんだけど。なんだこれ、妙に細かい文字がびっしり。私はお前の書く記事が好きでね、いつも弱い者の視点から書かれていて共感できるんだ。お前の性格や考え方は私とよく似ている。ちょっと。きっとお前も孤独なんだろう。私にはわかるんだ。猫の目先生。はい。
猫の目先生のクラスで登校拒否していた生徒、確か白雪でしたか。今日初めて登校してきたようですね。はい、小坪先生。注意する必要がありますが、入学した当初からの不登校、何か大きな問題を抱えていると考えた方がいいでしょう。内申書を見ると風変わりな性格で、中学時代も何度か問題を起こしていたようですね。とにかく他の生徒に悪影響を与えないようしっかりご指導お願いしますよ、猫の目先生。はい。見たかいつくね、今の球団まで行ったぞ。白雪さん、俺そろそろ部室に行かないと。ダメ、つくね下手っぴで4段以上出てないじゃないか。もう打ち上げの時間なのに、もかさんも待ってるのに。あの慣れ合いクラブに行きたいのか。いや、どちらかというと明石やもかに会いたいのかな。もし行けば私はあの女に何をするかわからないよ。白雪さん、私だけのものになればいいんだ、つくね。遅いな、つくね。つくね、白雪さん。待ってても来ないよ、つくねは。なんだよお前は。お前さえいなければつくねは私のものなのに。何この子の手、氷みたいに冷たい。残念、この私はただの氷人形なんだ。よくできているだろう。すまないが消えてくれ、明石やもか。私の思いを遂げるために。つくねー。ちょっと待って、これは逃がさないよ。君は。私は雪女なの。氷を自在に操ることができる。なんだこれ。この出会いは運命なんだ。私たちは孤独だからこそ引き寄せ合った。私たちならきっとお互いを理解し合える。この歌、心を温め合える。くそ。頑張るね。でも体中を氷漬けにしちゃえばどこにも行けないよ。そうすればお前は私だけのもの。このままじゃ。私が助けちゃったのよね。おかげでつくねに食べてもらおうって思ってた特製惚れ薬入りケーキが台無しじゃない。つくね、ちょっとするな。つくね大丈夫、モカさん。私とつくねの本当の愛を邪魔する者はみんな消えてなくなる。特に明石やもか、お前だけは。ダメだ、これ以上はダメだ。白雪さん、なぜ止める。お前なら孤独な者同士理解し合えるはず。違う、俺は孤独なんかじゃない。つくね、だからお前は私の思いを拒絶するというのか。白雪さん、どこ行っちゃったの。あ、ちょっと氷が。
うん、気をつけて帰るんだぞ。ね、この後どうする？買い物していこうよ。まったく、最近の生徒は発育が良すぎるな。けしからん。おい、誰か残っているのか？お前は。もう、せっかくのケーキがぐしゃぐしゃだし。本当に。でも、大変だったですね。わびしい雰囲気になっちゃったけど、せっかくの打ち上げ。わあ、親父臭いです。なんだか騒がしいですね。あ、みんなまだいたの？猫の目先生、何かあったんですか？それが、白雪さんが大変なことになっちゃったのよ。白雪さんが小坪先生を氷漬けに？そうなの。すぐ見つかったんで、命に別状はないんだけど。でも、白雪さんがやったっていう証拠はあるんですか？証拠も何も。発見された時に小坪先生自身が証言したんですから。リリコ先生。札付きの問題児でしたからね。もっと早めに退学させておくべきでした。でも、にゅーん。で、白雪さん、今どこに？今。教職員全員で探している最中です。もっとも、見つかり次第退学処分には間違いありませんけどね。それにしても、なんで白雪さんは無関係の小坪先生を？きっとつくねさんに振られてやけになっちゃったんですよ。確かに、あの性格ならやりかねないわね。俺のつくね？俺のせいだ。俺があんなにきっぱりと白雪さんを拒絶しなきゃ。何言ってんの？そんなの気にすることないって。白雪さんの自業自得です。でも、猫の目先生にゃ。俺も白雪さんを探しに行きます。ダメだよつくね。でも俺、さっきは白雪さんに言いたいこと言えなかったから。行くよ。つくね、失礼しまーす。おっとっとっと、どないしたんや、つくねのやつ。えらい慌てて。ああ、銀先輩、何の用ですか？そないな顔すんなや。ごっついスクープ写真撮ってきたんやで。ごっついスクープ？白雪さん、小坪先生、なんとか助かったそうだよ。今ならまだ大丈夫だから、俺と一緒に謝りに行こうよ、ね。白雪さん、つい勢いでやっちゃっただけなんだよね。ちゃんと反省すれば、きっと退学にもならないと思うから。白雪さん。白雪さん、あんまりだよつくね。お前だけは私のこと分かってくれてると思ってたのに。誰も私のことを分かってくれない。なんで。モカさん、白雪さん、本当は何も悪くなかったの。え、銀先輩の写真に分かったんです。見て、これは小坪先生が落ち込んでる白雪さんにハレンチなことをしようとしたのよ。それで白雪さん、自分の身を守ろうとして。そうだったんだ。それなのに俺、ごめん白雪さん。俺、白雪さんのことを信じてあげられなくて。来ないで。私は寂し
誰も本当の私を分かってくれない。孤独だ。つくねも分かってくれなかった。これは白雪さんの心の声。みんな真っ白な氷に包まれてしまえばいいんだ。すごい霊気。白雪さん、今引き上げるからね。もういいんだよ、つくね。寂しい、寂しい。私は一人、生きていても仕方ないんだ。私なんか、俺さ、白雪さんに言えなかったことがあるんだ。言えなかったこと。今の俺は孤独じゃない。でもそれは大事な友達ができたからなんだ。それが何の。だから俺と友達になろう、白雪さん。死んじゃったら俺と友達になれないじゃないか。嘘だ。友達なんてどうせ馴れ合いの関係だから。本当の友達なら一緒に死んで一緒に。ダメ。もう私にも操ることができない。モカさん、胸のロザリオの封印が外れるとき、表の顔に隠されたモカのヴァンパイアの血が覚醒する。待たせたな。邪魔するな。お前も一緒に死ぬのか。そうだ、消えろ。くだらない人形ども、消えるな。お前たちの方だ。生み出されたものですから、より強大な容器でかき消されたんでしょう。わかりやすい解説ありがとう、鉄柱。モカさん、手間をかけさせるな。ありがとう、モカさん。礼なんて言わないよ。雪女の小娘、死ぬなどというセリフは一生懸命に生きてから吐くものっていうか、あんたの蹴りで死にそう。今週の決着、いや決着かどうかはともかく86秒でしたでちゅう。いやお疲れさんやったな。でもみんなのおかげで白雪さん退学にならずに済みそうよ。あれ、急に寒気が激しく。いつの間に。あら、その髪切ってみたんだ。似合うかな。とっても似合ってるわよ。ちょっと大げさだけど、生まれ変わったつもりで、まず髪型からと思ってさ。おお、なかなかフォトジェニックやな。早速一枚。お、そういえば銀先輩、よくあんな写真撮れましたね。ですね。あの写真のおかげで白雪さんの濡れ衣も晴れたわけだし。
スクープ写真を求めていつも校内探索しとるからな。でや、新聞部部長の面目役所ってとこやろ。ん？あら？この写真は。今回も桃花さんに助けてもらっちゃったね。そんな、安心したらなんだか喉が渇いてきちゃって。ちょっと桃花さん、つくね。ちうわー、カプチューにられる。サイン、コサイン、タンジェント。つくね、どうしちゃったの。つくりぞーくん、賢くなりました。次回数学とヴァンパイアであなたにカプッチュー。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。Tell me that you love me, even if it's fake.